新意識です。お出口は右側です。扉にご注意ください。
次は Yoshida。Yoshida です。The next station is Yoshida. Station number C25.The next station is Aramoto, station number C24. BRT 療法や肝細胞治療などの先進医療相談窓口、医療法人再生会、そば島クリニックへお越しの方は次でお降りください。Station number C23. 暮らしを彩るインテリアメーカー、シンホールへお越しの方は、次でお降りください。
らにご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。Nagata Station, Station Number C23. This train is bound for Kasa Square. Thank you for taking the Kintetsu Railway.本日も大阪メトロをご利用いただきましてありがとうございます。次は高井田です。 JR 線はお乗り換えです。 Thank you for riding with Osaka Metro. The next stop is 高井田 Thank you.
車内の方の方へとお進みください。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。次は緑橋です。今里筋線はお乗り換えです。出口は右側に変わります。 The next stop is 緑橋 C20. Passengers can transfer here to the 今里筋 line。 IT、コンピューター、大学も卒業できる大阪情報専門学校、鍼灸師、柔道整復師、国家資格取得の森の宮医療学園専門学校、発作不足工場直売のメンズレディー相談スーツ M2 プラント本店にお越しの方は次でお降りください。We will be stopping at Midoribashi, C20. Passengers can transfer here to the 今里筋 line. The doors on the right side will open. Please be careful with the train doors.次は森の宮です。長堀鶴見緑地線 JR 線はお乗り換えです。出口は左側に変わります。 The next stop is 森の宮 C19. Passengers can transfer here to the 長堀鶴見緑地 line and JR line。 お客様にお願いします。歩きながらの携帯電話やスマートフォンの操作はお客様同士が消化するなど大変危険ですのでご用意ください。大阪府立都市福祉福祉センター、無謀出口すぎコンセプトの ICT 森の宮クルーズモール店にお越しの方は次でお降りください。次は谷町4丁目です。谷町線はお乗り換えです。 The next stop is 谷町4丁目 C18. Passengers can transfer here to the 谷町 line。 ホットなニュースからホッとする話題まで、ホット関連の電話制を使いお越しの方は次でお願いください。
谷町4丁目、谷町線はお乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。 We will be stopping at 谷町4丁目 C18. Passengers can transfer here to the 谷町line。谷町4丁目、谷町4丁目、谷町線はどうですか。扉付近タッチョワーズ、車内中窓へお進みください。扉付近タッチョワーズ、車内中窓へお進みください。扉が閉まります。閉まる扉にご注意ください。扉閉まります。次は堺筋本町です。堺筋線はお乗り換えです。出口は右側に変わります。The next stop is 堺筋本町 C17. Passengers can transfer here to the 堺筋 line。 お客様にお願いします。やむを得ず急停車することがありますので、釣り革、手すりなどをお持ちください。車内ではリュックサックを背中から下ろし、前に抱えたり網棚に上げるなど、他のお客様のご迷惑にならないようご協力をお願いします。中小企業の金融経営をサポート、大阪信用保証協会、個人登録もできる総合卸売商社ファンビテオッチへお越しの方は次でお降りください。堺筋本町、堺筋本町、堺筋線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。We will be stopping at 堺筋本町 C17. Passengers can transfer here to the 堺筋 line。 はい、扉閉まります。ご注意ください。次は本町です。御堂筋線、四ツ橋線はお乗り換えです。 The next stop is 本町 C16. Passengers can transfer here to the 御堂筋 line and 四ツ橋 line。 ゴルフの大型専門店は7号出口すぐの鶴屋本店にお越しの方は次でお降りください。本町、御堂筋線、四ツ橋線は乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。 We will be stopping at 本町 C16. Passengers can transfer here to the 御堂筋 line and 四ツ橋 line。ご乗車ありがとうございます。この電車はコスモスクエア行きです。次は阿波崎です。全日前線はお乗り換えです。出口は左側に変わります。 Thank you for riding with us. This train is bound for Cosmos Square. The next stop is 阿波崎 C15. Passengers can transfer here to 全日前 line。乗り気を診療、1号出口すぐの阿波田スマイル歯科へお越しの方は次でお降りください。
橋はお乗り越えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。We will be stopping at Awaja T15. Passengers can transfer here to the Senichi Maya line. The doors on the left side will open. Awaja, Senichi Maya line.車内が東西を進みください。扉が閉まります。閉まる扉にご注意ください。扉が閉まります。次は副乗です。阪神線はお乗り換えです。The next stop is Kujo C14. Passengers can transfer here to the Hanshin line. 車内では携帯電話はマナーを取り設定済みで、通話はご遠慮ください。また、優先座席付近では混雑時には電源をお切りください。皆様のご協力をお願いします。平田九条商店街内、ホワイトニング矯正治療の上杉歯科クリニック。4号出口が最寄り、不動産買取の対応住宅。特定医療法人、大東病院にお越しの方は、次でお降りください。次は弁天町です。JR 線はお乗り換えです。The next stop is 弁天町 C13. Passengers can transfer here to the JR line. お客様にお願いします。車内や駅構内で迷惑行為を受けられたり見かけられた方は、乗務員または駅係員にお知らせください。大阪メトロではお体の不自由な方へ積極的にお声掛けを行っております。お客様もお困りの方を見かけられた場合はお声掛けをお願いします。大阪ベイタワー空色温泉開局65周年 OBC ラジオ大阪港区一岡に14年ぶりの新築分譲マンションザ・レジデンス弁天町港通り眼科日帰り白内障手術の吉田眼科クリニック。2号出口すぐ、子どもから大人まで丁寧な治療。弁天町山内歯科へお越しの方は次でお降りください。弁天町弁天町 JR 線はお乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。 We will be stopping at 弁天町 C13. Passengers can transfer here to the JR line. 弁天町、弁天町です。 JR 線はお乗り換えです。扉が閉まります。ご注意ください。
次は朝潮橋です。 The next stop is 朝潮橋 C12。 お客様にお願いします。車内および駅構内で不審物を発見された場合は、たまらず直ちに乗務員または駅係員に教えてください。整形外科川村委員、港大学ケアセンタースマイル。朝7時半から診療、年中無休、夕凪動物病院。賃貸、売買、管理、リフォーム、不動産のことなら相互中継にお越しの方は次でお降りください。大阪総合大学、森宮医療大学、グローバルリーダーを行く大阪総合
西行きフェリーサンフラワーはニュートラルに戻りたいので上のセンター前駅が最寄りです。We will be stopping at Cosmo Square, seat 10, our